皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日も、 ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい。今日は2024年11月2日土曜日になりましたが、今日はですね、あのー、朝のですね、6時の始発で高知県の四万十市の中村駅ってとこを出発しましてですね、なんとですね、そこから帰ってきて今になりますということですね。えー、っと、6時ぐらいにですね、新潟の事務所につきまして、そこからまた今移動しましてですね、ようやくですね、今日移動がすべて終わったという形になってるんですけど、 えー、今日ね、あのー、ちょっと言いたかったのは、その新幹線で移動するときにですね、大雨が、あの、中国地方に降ったことによって、運転が、見合わせが行われてですね、2時間ぐらいですね、えー、僕はロスしてしまったんですけど、最近ね、この新幹線が大雨とか台風で止まることが結構多いんですよね。で昔はね、こんな新幹線が雨とか台風ぐらいでは全くね、 微動だにしなかったのに、どうも最近ですね、こういう、まあ、ナーバスになってるのかわかんないんですけど、止まってしまってですね、影響を与えるので困っているんですね。なんで、まあ、雪もそうだし、OIM もそうだし、台風なんかもね、へっちらだったんですけどね、何がそんなにこう、今、 あの、怖いのかどうかわかりませんけどですね。非常に困ってますね。ということでですね。まあ、あの、無事、つけてよかったなと思っています。というのはですね、これあの、なんといっても生中継でやってますので、ライブ配信ができないとですね、僕は今日、ブログを途絶えることになってしまったので、まあ、なんとかですね、できてよかったかなと思っているんですけど。はい。そんな今日ですね、お話ししたいことは、今日は週末ですので、月末、 あ月初めの恒例の企画ということで、今月以降に行います弊社が主催していますネットビジネス研究会と、そして今月以降のセミナーや講演の予定、そして新企画のテーマなどについてですね、話をしていきたいと思います。はい、では早速ですが、こちらの方からご覧ください。どうぞ。はい、ではですね、今月のまずですね、ネットビジネス研究会の方の案内をしていきたいと思うんですが、こちらになります。 はい。毎回ね、変わり映えはしないんですけど、あの、特にですね、テーマは決まっていないんですが、今話題のテーマを、えー 最先端のですね、まだ YouTube のメンバーシップの月額110円から学べます、デイリー会員とかですね、いわゆる15分の動画とか、ブログとかで書いてない内容をですね、いち早くお届けするということになっているので、何が出るかはですね、当日にならなきゃわからないと。まあた、例えばもう11月の19日に行いますので、18日とか17日にあったようなですね、本当にホットで旬な話題とかですね、をお届けするので、まあ、例えば SNS もそうだし、AI もそうだ だし、SEO もそうだし、マーケティングもそうだし、まあこういったものをですね、えー、あのお届けするということになっているので、えー、ぜひですね、楽しみにしてあげばと思っているんですけど、えー、今回は2024年11月19日火曜日の18時から21時ということで行います、えー。場所はですね、Zoom で行いますので、申し込んでいただいたら Zoom の URL を送りますので、そちらから視聴いただければいいかなと思っています。 で、条件は弊社がやってますネットビジネス研究会のセミナー会員とスカイプ会員の方となりますので、ここをクリアしないとですね、視、え、聴、ー、できません。ただし、これは1ヶ月だけ入って、1ヶ月で抜けるって形も形も OK なんで、とりあえずお試しでというかですね、1ヶ月使ってみて、えー、なんだこんなレベルかと思ってもらえば、1ヶ月で抜けてもらっても全然構わないんですけど、じゃあちょっとネットビジネス研究会の話を少しだけしておきます。 はい、こんな感じになってます。セミナー会員、スカイプ会員の月4,190円のセミナー会員と月5,400円のスカイプ会員の方が参加することはできるんですけど、まあ、ここに4,190円190円って入ってるものが、まあ、デイリー会員の値段だと思っていただけばと思ってるんですけど、ということは通常5,000円のセミナーなのが、4,000円で受けられるっていう感じになってますね。まあ、2割引きで受けられるっていうイメージなんですけど、今はですね、一般会員の5,000円の え、受講ができないような形になっているので、会員にならないと見れないというふうになっています。しかも見れる見れないじゃなくて、これはライブで、ズームで行いますので、まさに今やっている内容を皆さんズーム越しに受講できるので、これはウェビナー形式ではなくて、あの、ミーティングを、ズームのミーティングを使いますので、皆さんは質問があったら答えてですね、え、行くっていうこともできますので、 その場で新しいこと聞いて気になることがあったら聞いてみてもいいし、自分がね、なんか思いつくことがあれば、聞いてもらえば僕お答えするってことも含めですね、この値段でやっていますので、よかったらですね、セミナー会員の方に入っていただければと思ってるんですけど、そっからですね、プラスアルファで差額ですね、1210円、1210円払うとですね、スカイプ会員になれます。スカイプ会員はセミナー会員の特典プラス、 スカイプを30分、スカイプじゃなくてもズームでもいいんですけど、これ昔の名残でスカイプのままになってますけど、何かですね、そうテレビ電話でも、まあ、電話でもいいし、携帯電話でも何でもいいんですけど、そこで30分ではありますが、何でも質問にして、僕は答えるというですね、ことがついていますので、非常にお得です。 通常ですね、僕は今ですね、コンサルティングは1時間で1万円ぐらいいただいているので、そう考えると30分で5000円になりますよね。それが30分で1210円で受けれると見えるし、仮にこれが あの、5000円だとしてもですね、5400円だから、400円上乗せするだけで、セミナーも受けることできるし、デイリー会員の15分の動画を見ることできるので、かなりお得だと思いますので、よかったらですね、入っていただけると嬉しいなと思っています。で、これあの、YouTube のメンバーシップっていう仕組みを使っているので、メンバーシップっていうのは、その、ポチッと申し込んでもらって、そこから1ヶ月間有効になるんですけど、また嫌だったらポチッと退会してもらうとですね、入ったり出たりとかですね、レベル上げたり下げたり、 自由にでできますのでかっったらです、ね、入ててみてくだはい、というですね、よかったら、今回もネットミス研究会を行いますので、参加を待ちしてますということです。はい、続いてなんですけど、おすすめのセミナー、テーマということで紹介していきたいと思うんですが、はい、こちらを、ね、ご覧いただきたいと思います。今回は2つあります。まず1つ目がですね、こちらです。 まもなくなんですけど、11月4日と11月26日の2回講座になりますが、ウェブ解析士協会。 の方のですね、認定講座ということで、エキスパート講座、生成 AI が変える SEO 対策と SNS 反則っていうテーマで、最短で結果を出すデジタル戦略というテーマの講演をズームで行います。こちらもすでに申し込みが始まっていまして、間もなく終了になりますので、早めに申し込んでいただければと思ってるんですけど、でここにですね、あの、料金も出ていますが、よかったらね、申し込んでみてください。これはあの、 時間がですね、90分90分で短いんですけど、かなり濃い、えー、このエッセンスでですね、みっちりこう詰めてですね、えー、やっていきたいと思ってますので、よかったら申し込んでみてください。えー、こちらの1回目が SEO 対策ということで、ここに書いてますけど、こんな感じですね。 生成 AI で生成したペルソナ100人で企画立案から始まりまして、キーワードの選定から、見出しの生成から、検査キーワードからブログを書くとかですね、ブログや YouTube のサムネイルを作成するとか、YouTube 動画からブログを書くとか、SEO 対策の強いコンテンツを生成するみたいな形の内容が1日目の内容になってます。SEO ですね。 で、二日目のものが、この SNS の反則ってことで、SNS の投稿ネタをどうやって考えるのかって話と、X の連続ポストしたスレッドを作成する方法とか、インスタグラムカルセル投稿とか、YouTube の台本にチャプターを生成する方法とか、ショート動画,を作,るト動画作る方法とか、ショート動画で使える音楽を作る方法とか、チャットボットの話とかが二日目になってますので、よかったらですね、申し込んでいただけばと思います。これがですね、一つ目ですね。で、もう一個ですね、おすすめの講座が始まります。 これはあの、富山県の新世紀産業機構さんの方で、毎年お世話になっているんですが、11月の7日、11月の29日、そして12月の12日と3回講座になっているんですけど、生成 AI を使いました内容ということで、さっきとちょっと2回打ってますね。初回が、 チャット GPT などの生成 AI を活用した DX 戦略セミナーということで、まあ、あの、いわゆる DX の業務改善側の方ですね、の話が初回になってまして、で、2回目がですね、Web 戦略ということで、SEO 対策とか系のものですね、が、えー、まあ 2回目になってまして。で、3回目がですね、まあ、実践的な内容っていうことで,ですね。え、今度はですね、SNS の投稿とかになってます。ここちょっとね、あの、ご、ごちゃごちゃになってるんですけど、まあ、ああの、さっきの分のですね、ものだと、90分90分なんですよ。で、こっち側はすごくて、これあの、13時半から17時なので、3時間半あるので、かなりみっちりできます。 3時間半2回あって、さらに基本もありますからね。で、しかもこれ3000円なんでめちゃくちゃ安いんですけど、残念なことにこれ富山県の方しか受講できないので、富山県の方はお得なので、ぜひですね、申し込んでいただけばと思います。はい、という,うですね、2つ、えー、面白いテーマの、えー、セミナーが今月ありますので、よかったら、えー、申し込んでいただけばと思います。はい、ではですね、今月以降のセミナーや講演の予定ということで見ていきたいと思うんですけど、 はい。ではね、早速ですが、見ていきましょう。はい。11月の方まで、えー、遡っていますね。はい。では、見ていきます。はい。11月、はい。えー、まず、えー、高知県、今、行ってきました、帰ってきましたということですが、えー、4日、長岡造形大学の方で、えー、またいつものように授業がありまして、えー、先ほど紹介しました、えー、こちらですね、ウェブ解析教科さんのものがありまして、えー、そして、山口県の柳井商工会議所の方で、生成 AI のセミナーで行きます。 そのまま岡山県の岡山商工会議所に行くんですけど、僕岡山ですね、10月から毎週のように岡山行って、岡山を通過するか、岡山に行くかしていてですね、岡山だらけになってるんですけど、はい、岡山商工会議所にお世話になります。そして先ほど紹介した富山県新石産業機構さんの方の1回目がありまして、そして最終回ですね、山形県の西川町商工会の方の最新 SNS ということで、最終回の講座がありまして、 そして、またですね、研修がありまして、今回ですね、新しい今研修事業をやってましてですね、企業さんのですね、それの、これ2回目になりますけど、そして、こちらですね、えー、造形大学がありまして、そしてまた、えー、今度ですね、北海道の美買商工会所に行きますね。これちょっと楽しみなんですけど、ちょっと寒くなってるかもしれませんが、北海道のね、お土産もちょっと買いたいなと思っているので、えー、北海道行きます。 そしてですね、クローズドですけど、企業研修ありまして、新潟県の新潟商工会議所の方で、これ指導員研修なんだけど、テーマが AI なんですよね。なので、県内の商工会議所の方でこの話をすると、翌年はですね、生成 AI のセミナーが商工会議所でたくさん開かれてる可能性があるので、ちょっと僕はこれ頑張ってやりたいなと思っています。 続いて11月15日ですね。こちら、ちょっとこれあの、直さなきゃね、これ生成 AI じゃなくてですね、EC です。EC を活用したっていうことで、文科商工会議所の方で、都知県ですね、えー、行きたいと思っています。これ久しぶりに、ね、EC 系のセミナーなんで、ちょっとね、僕も頑張りたいと思っているので、えー、お楽しみということですね。そしてですね、11月18日は、これ、高知県の、これ、ズームで行う企業研修がありまして、そしてまた大学ですね。 そして、岡山県の産業振興財団さんの方の AIDX ということで、これはズームで行いますね、があります。そして、さっき紹介しました、ネットレス研究会の最新 SNS とか最新 AI の話のものが11月19日にありまして、20日は埼玉県の本庄商工会議所の方で c h a t GPT のセミナーをやります。そして、 はい。また企業研修などありまして、これ何て読むんですかね長野県の大岡村商工会って読むんでしょうかねの方で、SNS3.0。いや、いいですね。この、このテーマでのね、講演結構僕好きなんですけど、なかなかで、ね、ヒットしなかったんですが、こちらもね、面白い内容なので、ぜひですね、お待ちしてます。はい。ちょっと僕もわかんないんで、ちょっとググってますね。大岡村商工会村ってどこにあるんですかねはい。ちょっと見てみましょうか。 この辺にありますよということで、はい、弾いてみますね。はい、弾いてみると、あ、この辺ね。あ、なるほど、なるほど。白馬の方だね。なるほど、なるほど。と言って、えー、皆さんはわかんないかもしれないけど、あ、違うわ。全然違った。こっちか。飯田の方か。なるほど。こっちに行くのね。はい、これは結構ちょっと、すごいところにあるな。すごいな、これ。はい、ここに、 行くんかなと思ったら、これズームじゃなかったっけそうですね。ズームなんですね。なので行かないです。<laughs> びっくりした。これ行くの遠いんですよ。めちゃくちゃ。はい。そして、宮崎県の日南商工会議所の方で、えー、生成 AI ですね、えー。セミナーを行います。そして、えー、研修がありまして、また大学の授業がありまして、えー、山形県の長井商工会議所の方で、えー、講演があります。山形ね、本当によく行くんですけど、こちらがありまして、そして、その日の夜に、 はい、こちらですね。また、えー、2回目があるということで、ここ結構ね、あの、綱渡りなんですけど、はい、えー、頑張って、えー、移動したいと思います。雪降らなければいいなと思ってるんですが、こちらがありまして、山形シリーズですね。えー、新庄商工会議所の方で生成 AI の講演がありまして、そして鶴岡の商工会議所に来まして、インスタグラムですね。そして、 最終日29日は、富山県の新石産業機構さんに行くという形で、11月もですね、かなりハードなんですけど、まあ今週までがすごいハードだったんだけど、まあ来週もちょっとハードかな。まあなんですけど、少し、あの、ピークを過ぎたかなと思ってます。あの、とにかく今週が忙しかったんですね。ダブルヘッダーが毎日続くみたいな感じで、昼も夜もあるみたいな感じだったんですけど、一応なんとか乗り越えてですね、えー、今日があるという感じになってます。 はい。ということでですね。ま、あの、今月もですね、始まりましたけど、全国にまた講演や、ズームなどを使ってですね、アドバイスもしていきたいなと思ってますので、ぜひ、もし、最寄りの会議所、商工会に行くってことがあればですね、ぜひ、お待ちしております。はい。ということで、11月以降のセミナー講演予定を紹介しました。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。